じゃあオープニングからすいません。はい、こんにちは、カグラです。今日はブレーキパッド変えてもらったんで、バットマックさんの方にブレーキの当たり教えのやり方ですね、付け方教えてもらいに今からレクチャー行ってきます。右です。はい、最初はきっとね、ものすごく効かないと思うんで、はい、4輪とも変えてるんで、はい、どうですか？効かないですね。効かないですか？効かないですね。ブレーキパッド変えたばっかりなんで、ちょっとブレーキの効きが弱くて、それを当たり今からちょっと教えてもらいに行きます。まっすぐ行ってもらって結構です、はい、うん、効かないですね。でも泣かないですね。泣かないですね、全然。40、50キロぐらいで 走ってもらって、はい、で、動力 50% ぐらいで、はい、クーッとブレーキかけてもらって、はい、じゃあ左足でいいですか？いえ、もう右足で、はいはい、普通にかけるような形で半分ぐらいと、はい、で、はい、これを繰り返してもらって、はい、ブレーキ今当たりつけてます。まず 50% ぐらいの踏み込みで、ブレーキに熱入れてます。これを何度か繰り返して、はい、で一旦冷ますんですよ、はい、水とかじゃなしに、はい、こう自然にこう、はい、冷却するという感じで、はい、あの冷却かけるんですよ、はい、でその一旦5分か10分冷えたら、はい、今度は 70% ぐらいの動力で、はい、また同じことを繰り返すんですね、はい、5割ぐらいで、まっすぐで、これを右に、右で、はい、聞いてくると思うんですけど、はい、聞きが、はい、当たりが出てきて、はい、でこれは道なりでずっと、はい、もうまっすぐです、はい、ちょっとずつこう聞きが、うん、良くなってきてます。だいぶさっきと最初と違う感じになってきました。うん、だいぶ違います。エアーは噛んでる様子ないですか？ないです。最初と全然違うようになってました。
りが出てきたんですね、はい、いい感じです。ここもずっとまっすぐ行ってもらって、はい、もう全然違うだいぶ当たりが出てきました。このパットはね、はい、踏んだら踏んだ分だけ効くような感じなんですよ、はい、全然違います、ね、初期精度がちょっとかなり違う感じだと。初期精度がだいぶ違いますね。ノーマルと比べて。ノーマルと、あ、全然違いますね。あ、違いますね。はい、やっぱり、ね、うん、全然違いますね。じゃあ一回その辺止まってもらって、はいはい、うん、全然向こうでそこで U ターンするんで、はい、一旦これ止まって、はい、一旦これで冷やすという形で、はい、わかりました。パッドの当たり付けなんですけれども、ここ色まだちょっとまだらになってて、まだ当たりがまだ出てないということで、ちょっと一回冷まします。結構遠いですね。遠いです遠いです僕めちゃくちゃ近いんですよ。近いですか。近いのが好きなんですよ、ブレーキのあたり第2段、70% の踏み具合ですね、今から帰りなんですけれども、あ、釣り公園なんですね。そうです、ここ釣り公園なんですよ。こっちか。あ、そうです。クラッチが遠いものすごく運転しづらい僕の近なかったですか、前のため。まあまあ近いです。近かったでしょ、はい、上がったらすぐかかるみたいな、はい、あ、まあ、あの下、はい、トルクの出方がいいですね、はい、ああ、はい、これが70%ぐらいですか。そんなもんですね。やっぱりちょっとまだ甘いでしょ。まだ甘いですね。まだ甘いですね。3500回転ぐらいでブーストかかります。ブーストがブーッと立ち上がるんですね、はいはい、出てないですね。ブレーキのフィーリングが悪ないですか。悪ないです、悪ないです、ね、全然。熱を入れてます。これまあ地味な作業なんですけどね、はい、エア感出ないでしょ。いや、ない、ないよ、ないよね。
段こう曲がっとったら走りたくなりますね、はい、試してあ、割に降ってきたんですね。あ、降ってきましたね、これ前、はい、僕と車は、はい、試乗した。あ、そうですね、あそこです、ここですね。ちょっとコーナー試してみてください。テストコースです一番近い めっちゃめくってますねから6000ぐらいですかね、まあ、パワーバンド。そうですか、だいぶブレーキ当たり出てきた、出てきます、雰囲気ですけどね、はい、これいけるんやったかな、いかれへんやったかな、いけるんやったんですか、いけますね、いけますね、はい、雨降ってるから避難してるみたいな。そうでしょうね、いや僕もここで、はい、避難しようと思って、陰であ、冷やすんですね、冷やすためにね、はい、やっぱクラッチ遠いですか。ちょっと遠いですね私には。めっちゃいい色になってますよ、ローター。それは上にね、被膜がつくんですよ。あ、そうなんですか、ね、被膜、ローターに被膜をつくって、これでまあ大体あたりですよね、つけてもらって、あとはめっちゃ強めに踏むみたいな感じです。リアも見てみましょう。あ、リアも、あ、リアも被膜まあまあついてます。下の方はあんまり色変わってないですね。そうです ね、まあリアはやっぱりフロントの方が、強く力が多くて、はいはい、まあ、フロントの方が色が変わりやすい、はい、一連のですね、ブレーキパッドの交換、オイル交換、パッドの素材の安定化と当たり付け、バットマックさんの方に全部詳しく教えていただきました。ありがとうございます。ブレーキパッドはですね、交換直後ローターとこうちゃんとフィットしないので当たり付けしないといけないんですけれども、その前に素材のライニングっていうんですかね、素材の安定化しないといけないので、まず時速50キロぐらいで、こう踏みしろ 5割ぐらいで、そうですね、熱を入れて10分から15分ぐらい加速してはブレーキして、加速してはブレーキして、それから車を止めて、冷却してブレーキパッドですよね。で、十分冷えたら、また次は、同じく50キロぐらいで、今度は、7割のブレーキですよね。踏む力で、熱を入れて。で、ブレーキパッドのライニング、
ブレーキ臭のところですよね。すみません、名前なんていうか忘れたんですけれども、素材を安定化させるということで、熱入れをして、今度は20分ぐらいですよね、7割ぐらい踏むのでかなり熱持つので、20分ぐらい冷却すれば素材安定化するということです。これはですね、だいたいそうですね、ブレーキ熱入れしてからそうですね、だいたい30キロぐらい走った状態なんですけれども、ブレーキ熱入れしたらローターに被膜作って、こういう具合になんか綺麗なレインボーの色になるんですよ。まだこの辺まだ当たってないですよね、中ぐらいが。下の方がブレーキパッドがフィットしてるっていうところで、この辺は真ん中はまだ微妙に当たってなくて、一番外側、一番美味しいところはまだちゃんと当たってないです。まだブレーキパッドのあたりがちゃんと出るまでにはもうちょっとだけ時間かかりそうなんですけれども、リアが被膜ちょっと色消えちゃったんですけれども、外側ですよねがこうちょっとだけ被膜の色ついてて、まだ内側がまだちょっとこう色変わってなくて、まだリアがもうまだちょっと当たり出てないっていう感じなんですけれども、機器に関しましては全然問題ないです。まだブレーキパッドちゃんとローターと当たり出てないんですけれども、すごいSSM ブレーキすごいよく効いて、特にですねリアがちゃんと効いてるってすごいわかるんですよ。なんて言ったらいいんやろ、カートありますよね、前島のカートとか、普通、まあ、あんまちょっと速くないカートなんですけれども、そのカートのブレーキですよね、リアしかついてないんですけれども、そのカートにフロントにもなんかブレーキついたようなブレーキのフィーリングに変わって、すごいコントロールしやすくなりました。めちゃくちゃいい感じです。まださらにブレーキ効くようになるということで、すごい楽しみなんですけれども、今度また山にでも行ってブレーキのレビューですよね、やってみようと思います。それではまた動画ぜひ見ていただければ嬉しいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。